アシュラフ・シャーバーンは、エジプトを支配した、バフリー・マムルーク朝の第26代スルタン。バフリー・マムルーク朝の第15代スルターンであったナーシル・ムハンマドの孫。父のフサインは、スルタンにはつかなかったものの、カーミル・シャーバーンの背後に、この衛兵によって、後継候補に推挙されたことがあった。即位当時、政治と軍事の実権は、軍司令官のヤルバガルハーシキーラ有力将校に、 握られていた。独裁的なヤルバガに反感を抱くマムルークと図って1367年にヤルバガを殺害、アサンダミルアナーセリー、バルクークラヤルバガ配下の主だったマムルークを投獄して国内に平穏を取り戻した。後に投獄したヤルバガ配下のマムルークを釈放するが、彼らは若年のスルタンに服従したわけではなかった。1376年に メッカ巡礼の旅に出る。この時、主な政府高官や軍人たちを全員同行させる、ことで、留守中の反乱を防ごうとしたが、赤羽において、会話と現金の支給をめぐって同行していたバルクーク、や、タシュタムルラかつてのヤルバが配下との間で口論が起き、手向かうバルクークたちに対処するためカイロに帰国しようと、する。だが、カイロでも残された、少数のアミールが、 アイナバクを指導者として、アシュラフの子、マンスールアリーを用して、反乱を起こしており、追い詰められた、アシュラフは暗殺された。なお、バルクークや、タシタムルラ赤羽の反乱軍とアイナバク率いるカイロの反乱軍は、全く無関係に反乱を起こしたことから、カイロに戻ろうとする赤羽の反乱軍とカイロの反乱軍の間で内戦が発生し、アイナバク、 タシタムル双方を倒したバルクルクが後にするターンの地位を奪うことになる。ありがとうございます。